だから小島さん私思ったんですけど、はい、あの小池恵理子さんのことをすごくよく聞かれるというか、うん、あのどうしても嫌なのよみたいな人もいらっしゃるんだけど、うんうん、私本当に小池恵理子さんかわいそうになってというか、うん、あの同情してじゃないですけどこれ以上嘘をつかせちゃいけないと思ってなぜかっていうと。 あの、弱みを握られてるわけじゃないですか。うん、カイロ大学をはじめエジプトだとか、うん、あと自民党の国会議員の人たちが、みんな知ってるっていうのを聞いて、ちょっとぞっとするんですよ。うん、ひどいなと思って。みんな小池さんより年上じゃないですか。うん、自分より年下の女の人のその経歴詐称を知りながら立候補させてるわけですよ。うん、でその 経歴差の時にアドバイスしないんですよ、うん、本当の友達だったら、ここら辺で別に高速でも、高速でも全然平気だからって言って、そういう安全な立候補させるのが本当の友達なのに、うん、そうじゃなくて、まるでこう弱みを握ったまま泳がせるかのように立候補させている。うん、それで都民ファーストだとか作っておいて、また自民党に引き戻したり。 言いいなりというか本当に後ろでこう糸引かれてるみたいで本当にあのそれで騙されてる人もいっぱいいるから「小池百合子のファンなんです」って一方には言う人もいたりして、うん、あのみんなひっくるめて騙されてるって思って、うん、すごくこう胸が痛むこれは何とかしなきゃいけないって言って、うん、ますます都議会に行かなくちゃって思ったんですけど、うん、あの。 どう思います私がそう思ったのは間違いでしょうか。うんうん、あの他の人から見る目と、うん、それから小池さん自身がどう考えているかと、まあ、両方あると思うんですけれども、うん、北原さんがあの証言で言ってたようにねあの小池さんのカイロ大学の卒業証書というのはメディアに見せたあの卒業証書と卒業証明書ではないんですね。 <ん>カイロ大学の卒業証書というのは、1976年10月に日本に来て、そして日本の新聞が、カイロ大学卒業、それも主席で、というふうに、一面、うんうん、ほぼ一面近く、大きく報じてくれた。その新聞が、小池さんの卒業証書なんです。ですよね。だから、マスコミが作ったんです、そ,<う>その巨像、巨像だから、 小池さんの卒業証書はね、日本の新聞なんですよ、うん。そして、はい、日本のつずつら、うらうらに、小池ゆ合子という名前を知らしめ、そしてカイロ大学卒業、しかも史跡でと。で、これで小池さんの人生が始まるわけです、うん。で、その後はメディアで生きるわ、ということで、メディアに人生の生き、 型を見つけ、そして、えー、まぁ、あ、アサジャーナルの編集者だった伊藤正孝さんの応援も得て、日本新党の比例の順位2位ということで、デビューするわけですよ、正解にね。だから、正解のデビューもメディアの力なんです。だから、社会に出た時もメディアの力。 そして政治家の人生もメディアの力。だから、その中でずっと生きてきてですね。で、そういうことを知っている人がどんどんなくなっていく中で、その虚像だけがまあずっと生き続ける。だから今回、小池さんを刑事告発をしたということなんですけれども、はい、それまで誰一人として刑事告発をしていなかったっていうのが、 またこれも驚きなんですね。うんえー、政治家になって、えー、初めて国会議員になって、えー、大臣になって、うんえー、そして東京都知事になって、その間、誰も本気でやろうとしなかったということなんです。えー、で、それは、あの、他の人からすると、弱みを握っているというよりも、疑惑というものをそのまま放置をしておいたと。うん まあ、いうことなんだろうと思うんですね。で、そういう曖昧な関係の中で、えー、ずっと過ごしてきて、今や小池さん71、もうすぐ72ですよ。で、えー、その年になって、最初のカイロ大学の証明書、つまり、えー、1976年の新聞、これ、カイロ大学を卒業、しかも出席で、 というのが嘘だった。ということになると、この50年間、マスコミがずっとそう言い続けてきた。つまり、小池さんとマスコミってずっと共犯関係で生き延びてきたわけだから、それはやっぱりマスコミも反省をしてもらわないといけない。本当ですよね。日本のね。本当ですよね。だから、小池さん個人の話と、それから日本のメディアが作り上げた虚像、 で、その巨像に、えー、今やエジプト政府カイロ大学というものがある意味付け込んできている。まあ、という状態なんですね。だから、あの、前北さんがおっしゃったように、カイロ大学エジプト政府の支えなしには、もはや土地というポジションも守ることができない。だから、弱みを握られているということは、外国の政府、 外国の大学に、いわゆる政治家小池百合子というものが抗えないということ。で、逆に言うと、2020年のカイロ大学生命というのは、東京都知事選挙に外国の政府カイロ大学を選挙に引き込んできて、で、そして都知事選を戦わせた。まあこれは、 あの、アメリカの大統領選挙でいうと、トランプを当選させるために、ロシアがアメリカの大統領選挙に介入するっていう、そういう有意識問題なんですよ。そこまで行き着いてしまったと。本当ですよね。まあ、いうことなので、<ー>あの、これは、あの、今おっしゃった自民党の人も含めて、いわゆる疑惑としてそのまま放置する。まあ、いうことがずっと続いてきて。う で、それはみんなにとってプラスかどうかわからないけれども、もうここではっきりさせた方がいいんじゃないでしょうか。で、ちょうどいいさんが言ったように、あるいは北原さんも言ったように、ここで本当のことを言ってくれと。まあ私も言いましたけど、本当のことを言って、背中の荷物を下ろす。うん、で、しかしそれはものすごく大変なことで、この50年間でずっと 言ってきたことを反省しなきゃいけないし、それは、それを支えてきたメディアに対しても、メディアも反省しなきゃいけない。本当です。本当です。まあ、そういうものを背負って今があると。いうふうに思うんですね。だから、かわいそうなのは、みんなかもしれないけど、でも、メディアも反省しない。小池さんも、ここまで登り継けて、もう71、72ですよ。もうすぐね。ええー。 でそれを反省するには遅すぎたかもしれないけどそれは政治の人生を終えるということに等しいのでその覚悟が小池さんにまだないということだと思います、うん、私は荒木さんとこの選挙期間中に何度か直接、うん、直接話す機会があってで ちょうど隣に座って討論会をやることがあって、うん、休み時間とか終わった瞬間とかにもう言いたいこと言えるチャンスあんまりないからと思って、うん、で小池恵里子さんにもうやめたらって言ってあげられるのは荒、うん、木さんぐらいなんじゃないですか、うん、だからやめたらって言ってあげてほしいんです、うん、で討論会の中身もその経歴詐称のことを私2回言って、うん、で荒木さんは でもカイロ大学が卒業してるっていうから卒業してるんですよみたいなこと言うから違うんですよ。うん、日本の公職選挙法っていうのは卒業の実態の方が大事なのであっていくらカイロ大が卒業してるって言っても後付け卒業っていうのも大学っていうのはできちゃうからちゃんと卒業、通って単位取って卒業した実態があるかっていうのが 公職選挙法の、まあ、判例の前例にあることなんですよって言ったら、荒、うん、木さんは、まあ、あら、そうなのみたいな、あ、うん、そうなんだっていう感じで、うん、ふーんっていう感じであ、そっか。その時私思ったのは、あ、言われてないんだと思って。うん、だから、みんな、荒木さんにも、そういう、その、イロ大学がいくら卒業してるって言ってもダメなんだよって、卒業実態がないとダメなんだよっていうことで、荒、うん、木さんにも、 耳にも入ってない。だから周りの人たちもそんなこと怖くて言えないみたいなことなんだなってちょっと思って、言ってあげてくださいよって私が言ったら、ねえ、そんな言えないよみたいな。あの、いや、でも、あの、あんまり話す機会ないしじゃないけど、あの、言えないしな、みたいなことを言ってたので、なんかあんまり率直に話し合う関係が、この人たち、 なないいだろうっっってちちょっと思っちゃいました、うん、友達だったら言ってあげればいいのにって思ってしまうんですけどね。うん、なかなかねその、まあ、<laughs> 日本の公職選挙法でその大学を卒業したかどうかというのは日本の裁判所が判断するっていうことがまあ基本なんですけれどもあのカイロ大学って遠いから <laughs> ね。 確かに。うん。それから、エジプトは、えー、アラビア語だから。確かに。よくわかんない。うん。で、えー、アラビア語を聞いて、わかんないですよね。ちゃんと喋ってるかどうか。うん,う,んうん。うん。で、なんか、あの、小池さんが書いたアラビア語の本は、3日で覚えるアラビア語。カタカナでいいっていう本なんですよ。<laughs> ね。だから、飯山狩さんが、 あの小池さんの「アラビアが大きい」でこれカタカナだよねうんそういう本小池さん書いてるからねとまあいう話にまあこれはちょっとねあの冗談みたいなエピソードなんですけれどもであの誰もねえ小池さんの5年半というのは知らないんですよ。年の月月ににぐらいかなまあエジプトに行って 5年半いて、で、1976年の12月に帰ってくるんですけど、この19歳からの5年半、彼女が、長い,長い、うんそう。彼女がカイロで何をしていたか、誰も知らない。で、北原さんが一緒にいたのは、最初の1972年の6月から次の年の2月、1年弱。 で、そして最後の1976年の1月からまあ12月までの1年。5年半のうちの1年、まあ2年弱しか一緒の人がいない。うん、とても謎に包まれた5年半なんです。うんね。で、その5年半何をしていたかは荒木さんも知らない。まあいや、言ってました。私知らないからって、そ,<う>その時期。 だから、本当に、その、知ってる人はいないし、まあ知ってる人は、あの、北原さん以外にもいますけど、口をつぐんで語らない。え、まあというような状態もあるので、あの、え、まあやめたらとかね、あの、荒木さんが言う立場には多分ないだろうなとは思いますね。え、それほど、 この回路の5年半というのは、まあ謎に包まれた時代で、で、そこを知っているのが一つはこの間言われた、あの、蝶道員さんという名前を聞いて小池さんに逃げちゃったけど、それは破産した小池家を金銭的にも助けて、いわゆる借金取りに追われる小池裕二郎さんを ちょうどいい人がまあ何億という話をまあ10億か20億とかなんか言ってたけどあのそれをあの債務整理をしてであのずっと助けていただからまあそのちょうどいいさんはもっといろんなことを知っていてえでも彼もえもうここで本当のことを言ったらっていうアドバイスをする意図があるまあえそういうまあ個人史の中 の話もあるので、そのカイロ大学の入学卒業っていうのは、小池さんの個人誌の中のほんの一つのエピソード。だけど、政治家になってしまったから、それが犯罪になるとまあいうことですよね。で、あの、ま、いつもカイロ大学の卒業証明書があると言うけれども、長動員さんの話を聞いても、北原さんの話を聞いても、 それからお兄さんが、え、ちょうどいさんの話は嘘だと言うけど、その中で2年編入だと言うと。カイロ大学生命、小池さんがずっと言ってきた1年に入学したっていうのと違うことをみんな言ってる。だから、あの、本当に真実はどこにあるのかというのはなかなかのミステリー。なので、これはあの、検察にしっかり あの、捜査をしていただけませんかあの、刑事告発っていうのは、捜査当局に対して捜査をしてください。そして起訴をしてください。まあ、いうものですから、それによって、え、有罪だとかすぐ、あの、なるわけではない。有罪を決めるのは裁判所ですから、その、まず最初の第一歩と。 いうのが刑事告発だからいろんな今刑事告発してるじゃないですか今回の,あの選挙ってあの小池さん陣営って公職選挙法違反のオンパレードですよねうん、うん、だからいろんな人があの刑事告発をしている一つは私がやったカイロ大学でもう一つは市区町村長に推薦を出したことの地位利用の刑事告発。 そして、この間、うん、ゴハラさんたちがやったと聞いてますが、えー、知事の記者会見で、選挙の話をしてたっていう、いわゆる、知事と候補者の混同で、これも刑事告発されて <laughs> それから、えー、私たちは、当然、公職選挙を守ってるんだけれども、あの、うちわみたいな丸いものは、あれ、ビラですよね。はい。あの、それは、 4箇所でしか配布しちゃいけないんですよね。えー、街頭演説。あの、旗が立っている街頭演説のところ。はい。それから、えー、説明会。屋国内である説明会。そして、えー、選挙事務所。それから、新聞織り込み。うん。だから、広報者がいないのに、あれを配ってるところを見ましたよね。沼袋だったかな。ああ<ー>。あれ、 選挙法違反ですよ。完全な選挙法違反。本人いないんだから。なるほど。だから、そういうものを警察が見る。まあ、我々が言うことである。警察が見ているかどうか。それから、街頭演説の時の運動員は15人です。そうですね。はい。あの、腕章が15枚しかないから。はい。腕章は15枚しか、えー、交付されない。っていうことは、 運動員は15人。でもなんかサルサさんの映画、あの映像を見てると、ものすごいたくさんいましたね。<え>もし15人以上やってたら、15人を超えてやっていたら、これも公職選挙法違反。まあ、いろんなことが今回はありました。えー、警察官もすごく多かったよね。あれ機動隊来てましたよね。はい。 まあ、というような、あのー、こともありました。もう異例ずくめの、えー、選挙戦でしたね。あ、我々は全く、あのー、選挙、公職選挙法に違反しない、もう、綺麗な選挙。<laughs> そう、お行儀のいい選挙をしようっていう、うん、悪口を言わない、ネガティブキャンペーンじゃなくてポジティブキャンペーンですから、民主主義をちゃんとしようっていう、ポジティブな、うん、もう子供たちのために、 いい世の中を、ちゃんとした議会民主性を残そう、引き渡そうっていうポジティブな運動ですから。はいはい、えー、前北宮子、中野区、都議会議員候補、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前北宮子に一票よろしくお願いします。都議会議員の補選の候補です。よろしくお願いします。前北です。